なぜ皆様は私の言葉を聞き届けくださらないのです？ならばなぜエレイン殿は私の申し出を受け入れてはくださらないのか？この場で話し合うことですか？冗談はおっしゃらないでください。本気になさらないでください。私も堅苦しいだけではなく、冗談を言えるものだと知っていただきたかったのです。エレイン殿、これはすでに決まったことなのですぞ。この場にいる諸将も皆納得しておられ、それを今さら蒸し返したとて、幼子が我を通そうとあがかれているようにしか見えませんな。それほど戦が嫌いだとおっしゃるのであれば、どうぞご自宅で趣味にでも供されるがよろしい。その方があなたにはお似合いでしょうよ。ガージェン様もなぜ何もおっしゃってはくださらないのですか？エレイン殿、これ以上議論の余地はございません。貴殿はここプレウロンより補給の任に当たっていただきたい。いえ、それはメルヒオル様がなさってください。私も将の端くれなれば、家名に恥じぬ戦ぶりを示す必要がございましょう。女性だからと見くびられたくはございません。あなたの技量を疑う者などこのグリダマスにはおりません。ですがその気持ちも理解できます。よろしい、エレイン殿にはミラスの門に赴いていただきます。ラージェン公爵、エレイン殿の補佐をお願いできますかな？引き受けよう。ブラッハム公爵はゼルタガントリデに向かっていただきたい。よろしいか？任せてもらおう。辺境地の奴らなど一日もあればコッパみじんにしてくれる。では各々準備を怠りなきよう。エレイン、この戦が終わったらその時には色良い返事をしてもらえるな。今は大事な時、そのようなこと考えられません。他に話がなければ失礼いたします。
いね。
する。余計なことはするな。余計なことはするな。余計なことはするな。この機を逃すな。畳みかけるぞ。さて、楽しませてもらおうか。 ありがとう。
は間違っていたのだろうか。この日を逃すな、畳みかけるぞ。私の選んだ道だから。